どうもこんにちは、ベイン店長土田です。今日はナンバー3のヒューのカラーを使って実際にモデルさんを染めていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。はい、では今回実際にモデルさん染めるんですけども、今回使うのがこのブリーチとカラーとこのグロスカラーですね。この3つを使って今日はモデルさんを染めていきます。一つ一つの解説は後でしていくんですけど、ひとまず特徴をお話しさせていただくと、まずこのヒューのカラーっていうのがビーガンカラーといって、動物性の原料を不使用というのが一つの特徴になってます。でもう一つが香りがあまりしない、そして頭皮の刺激が少ないっていうのが二つ目の特徴ですね。で三つ目の特徴がとても発色が良くて、ダメージレスっていうのが特徴になってます。また一つ一つの解説は後でしていきますのでお楽しみください。じゃあ今日はこの3つを使ってモデルさんを綺麗に染めていきます。よろしくお願いします。先ほどオープニングでもお伝えしたんですけど、ブリーチでは国内初のビーガンなのがこのヒューのブリーチの特徴の一つですね。でもうブリーチ自体にビーガンプレックスっていってプレックスがもう含まれているので、かなりダメージも少なく、あとはホイップ状のクリームになってるんで、すごく操作性として塗りやすいのが特徴ですね。あとはアンモニアもフリーなんで刺激臭が本当少ないですね。結構ブリーチもうツンと仕上がるの香りが結構嫌で、お客様からね結構ブリーチ嫌がられる方が多いんですけど、その刺激臭ってところでもかなりマイルドになっているので、それもすごく使いやすいポイントですね。あとは発熱を抑えているので、このブリーチ剤がすごい変に膨らんじゃったりするときあると思うんですけど、それも全然ないんですよね。あと本当このクリームが伸びがいいんですよね。なのですごいこうムラなく塗れるというか、ホイップ状のクリームなんで、この新成分塗ったときとかの伸びがすごくいいので、まあ発色のムラがこの剤の塗りやすさでもう防ぐことができるのも一つ特徴ですね。では塗っていきます。このヒューのカラーなんですけど、まあ、一つ特徴としてアレルギーが発症しづらいジアミンを採用しているので、頭皮の刺激が本当少ないので、結構染みやすいお客様とか、やっぱジアミンダメなんだよなっていうのでカラーを経営されているお客様でも、やっぱこのヒューのカラーなら大丈夫っていうお声をいただくので、それが一つ大きな特徴ですね。あとは、まあ、初めにお伝えしたんですけど、まあ、ビーガン認証を取得ということで、まあ、動物実験を行わなかったりとか、遺伝子組み換え原料を使用しなかったりとか、すごくこう今の時代にフィットしたカラーだと思ってます。あと香りが本当にしないです。結構ツーンとした香りが嫌だっていうお客さんも多いんですけど、それがなくて、まさにビーガン植物性のような自然な香りです。でこのカラーは寒色の発色がすごくいいので、もう本当に赤みが嫌な方とか、日本人特有なメラニン色素の方には本当に使いやすいのが特徴です。今このヒューのグロスを3種類混ぜ合わせた状態です。今ちょうど見ていただくと分かるんですけど、液状ですね、液状になってるんですけど、これを今3種類混ざってるんですけど、ちょっと振ります。これを振っていくとジェル状になってきます。わかります？さっき液体だったんですけど、こういう感じのジェル状になるので、これによって粘性がすごくこう柔らかくなって、液体みたいにこぼれなく紙に付着してくれるので、すごくこう綺麗な発色になるのと、
それによってダメージが最小限に抑えられるのが特徴ですね。手に出すとこんな状態です。こういう感じで垂れてこないですね。グロスカラー塗っていきます。ちょっと根元塗ったこのカラー剤の部分もさらに、まあ、初め手でざっと塗ってあげて、その後ハケで調整していきます。このグロスカラーは特徴としては、まずアルカリ量がすごい少ないです。従来のアルカリカラーに比べると 90% 以上アルカリ量を削減しているのと、ビアルカリカラーに関しても 60% 以上アルカリ量を削減しているので、とにかく痛みが少ないです。で結構40代以上のお客様とか、もう髪がエイジング毛ですごくパサついちゃう方とかに使うと、本当にトリートメントしたようなツヤが得られるのがすごくお客様に喜んでいただいてます。もう一つのメリットとしては、ジェル状で塗れるので、クリームに比べると浸透性と操作性がすごくいいので、もうとにかく短時間で塗れる。あとはやっぱ滑らかな分、アルカリ量が削減しているだけではなくて、キューティクルを変にこうコーミングで傷ますことがないので、それもダメージレスの一つの要因だと思います。はい。でグロスカラーの、レシピとしては、6のナチュラルと6のチタニウムシルバー、あとは9のバイオレットを3対1対10パーですね。さっきと近い配合にはなるんですけど、グロスカラーの6レベルは従来の6レベルよりは少し明るいので、メインは6レベルで構成しました。じゃあ今日はシャンプーはヒューケアを使ってシャンプーを行っていきます。でこのヒューケアの特徴としては、まず退色防止効果がすごく高くて、まあ、手触りがとてもいいです。であとはすごく女性らしい香りっていうのがグリーンフローラルの香りなので、とてもお客様の受けもすごくいい香りですね。でフレックスも、ブリーチと同じく配合しているので、毛髪強度もすごく良くなるので、まあ、ブリーチのした後とかハイライトした後とか、ハイトーンのダメージ毛の方にとてもおすすめです。でこのヒューケアのシャンプーの容器が、バイオマスプラスチックっていうのを使用してて、まあ、焼却した時に二酸化炭素を排出しないので、まあ、すごく環境に優しくエコなのも一つ特徴です。仕上げはこちらを使っていきます。これはナンバー3の、オーガニックオイルですね。ちょっと軽めなオイルですね。なので2プッシュいってきます。はい、では今日はどうもありがとうございました。今回ヒューのブリーチカラーグロスを使ってモデルさんを染めてみました。まあ、仕上がりはこんなイメージですね。で今回の、まあ、似合わせというかポイントとしては、まあ、モデルのリホさんの肌色が結構ニュートラルな肌色なので、それに合うようにモノトーン系のカラー、無彩色系のカラーで割とこう深みも与えながら光
に当たると透明感が出るような色合いになるように、ナチュラルとチタニウムシルバーとバイオレットっていうのをミックスして染めさせていただきました。あとはちょうどもう季節が秋冬になるので、結構ミルクティーとか透明感ある色が今流行ってると思うんですけど、ちょっと秋冬の提案として、まあ、このぐらいのちょっと深みもあってツヤのあるトーンにして、まあ、少しスタイリッシュなおしゃれな雰囲気になるように今回はカラーさせていただきました。うん、いいですね。じゃあ今日はどうもありがとうございました。